お疲れ様です。今日はですね、こちらレイジホグやっていきます。というわけですね、クエイコグなんですけども、少しね珍しい方ですね。平均コスト 2.6 で、だいぶ軽い、はい、かなと思います。で、施設がね入ってないんですけど、そこはミニピッカでね、はい、カバーしていきましょうと。で、モンテマジレイジっすよね。なんか雪玉とかではよくあるかなって気がするんですけど、ウッド雪玉クエイク、そう、レイジが入ってくるのは珍しいんじゃないかなという感じで、ミニペレイジ、ホグレイジ、そういったところのレイジでいい感じにできたらと思うんですけど、今回手がヒースピザップなんで、スパちゃんかな。三C のザップも一応あるっすね。うわー、なんかいかつくなんかすげえ来たんだけど、頑張って耐えたいっすね。俺は頑張って耐えさせてもらって、よいしょ。このミニペッカになんかレイジとかつけると一発入れるみたいなできそうですけど、さあ待っていこうか。さあレイジ、これはどうなんや今回ないって三振なんですけども、これいいのか悪いのかちょっと難しいですけども、ホグレイジねさせれば、なんか一気にねダメージも稼げそうな気もするんで、さあトリマホグ飛ばしていいっすね。30人かぶりそうなタイミングで飛ばすことで、なんなら3発、2発入れることができる。問題はゴルナイがいるんで、ちょっとこのアーチャーのね使い方も難しくなってくる。さあマジミニペ強いいね、ミニペめっちゃいい。さあ30人ワンパンできるんで、ミニペプラスウッドとかも使いながら、今みたいに耐えれれば、そう、序盤にダメージ与えて逃げ切りたいね。ホグレイジしてえな。とりあえず今邪魔だ。レイジが足かせになっているが、さすがにクエクッツで、さっきの感じだとまだこのタイミングぐらいで、ケツ三死もうユーノから入ってくる。えらい。さあミニペでおとなしく受けましょう。あいつなんかめっちゃ追ってくんな。これ処せないかな。30うーわマジかよ、処せた。え、これでかすぎん。さあしかもこの辺でホグとか飛ばしちゃって、もうちょっと入ってほしかった。もうこれは入っちゃうんですけど許容して。ザップ打ったね、あなた。そんなコストねえやろ。来た、ここでレイジ。いや微妙か。エリーババ相手にも一発、めっちゃ追ってくんぞ。お前負けてんぞ。大丈夫か。さあクエイクウッドレイジで30死処理できるのをさっき初めて知ったので、これめっちゃ美味しくね。ダメージもさタワーに入るし、うわいかつ。左サイドは正直許容できます。ザップあるんでほどほどにね。これもホグ飛ばしたら、エリババか一発すり抜けられますからね、さっきの感じ。サイドも警戒する。そりゃそうだ。いやマジゴリラ来てるめっちゃ来る、めっちゃ来る。いやでも耐えれそう。危ねえ、ユウの突進痛すぎるな。これホグで、ホグもいらない。よし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 。さあホグレイジ記念にやっとこう。どんまい。レイジちょっと今回もうちょっとねホグと絡めたらね良さそうだったんですけども、全然悪くないでしょ。三死処理に大活躍だな。クエイクレイジウッドで三死を仕分けると、これ結構大事っすね。レイジ使わねえかんな普段。なんでもレイジクエイクとかなんかねぼちぼちなダメージ2枚なんで、この呪文たちは。それでプリンセスとかロケ砲とかそういったカードたちも
何でも処理できると考えればよいしょ、まあそんな悪くはなさそう。ユウのゴースト、まあペッカ工場とか来んのかな。また34、あ危ね、じゃ反応がだいぶ遅かった。さあラムライダー、メガラム、ペッカラム、どっちだい。まあこれはラム使ったんでホグ行ってレイジまで行きたい。我慢、アーチャーに向け一発。いやあ芝雪、これキング起動してえけど俺のこの手札じゃできねえんで、普通に芝くで、マジミニペッカね強いんですよね。この単品でいくとね、複数系のユニット持ってないこういう相手には。おこれ一発いけるぞミニペシレット、うーい化け物ですよあなたは。さあまたホグ、相手があれ使ったんでね、ラムライダー苦しそう。もう一発、うん、いやだいぶいいんじゃない。このダメージ序盤に入ることってあんまないっすよね正直。必殺アイゴレレイジ、いやちょっと見えるけどな、やめとくか。まあケツメがないとどうせ左から、じゃあ右から来そうなんで、あこれマジミス、ミスってミニペ出たんで行こう本気、ああ棒ポイしやがった。まあでもここで本気で行ったことによって、ああちょっと嫌だなそれ。なんか受け綺麗じゃないんですけど、えってか左が落ちとるやん、えなんでやばくねミニペ、ミニペそんなに、マジやばいよな今ので。右落ちるん、さあこれはもうミニペがただただ強いだけですやばすぎだ。アーチャーってポイズンとくるしね。えだからレイジ使った俺、一応使っとく。さあまあまあアイゴレミニペアチャホグで、あんな垂れ流して落ちるもんなんだな。さあラッキーっすね。さあレイジがだいぶ暇してるけど、いつかは輝くでしょう、よろしく。小物を引きてんだな、マジコウモリ系をね。さあじゃあいい、まあこれは普通にホグ飛ばして、ここでコウモリとか来たらすげえでかかったけどな。さあミニペッカー、まあミニペッカとなるとね、ジャイスケラとか考えられるよね。ああそっち向くんかい、痛いな。さあジャイダックプリミニペ、あれとなるとエリポンオチンパンの香りもするぞこれ。エリポンポン、あーいやーマジ多分そうだ。えなんだこれ、いやー完封されんのか。エレキフェニー、マジなんだこれ、しかも相手待ってくるな。うい、事故れ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 、これコストねえぞ。遅れてエレキ踏んでくるだけ、踏めないしかも。うっ来た、ミニペミニペミニペじゃねえ、レイジレイジレイジ。さあレイジで無理やり突破していく。ダクプリミニペ破壊したぜ、あっつ今の。こんなにダメージ入ることねえよな。で相手の攻めがわからん、なんだこれ、ただのジャイ。さあまあクエイクダム打っとく、うわーそれやだな、めちゃめちゃやだな。またあのさっきのね、えぐっ、あもう
あ、防衛知らないのか、そういうことか。さあ、しばいてあげて、これさあ、れ削れるくね、やってみようぜいや、どうなんだろう、削れねえのかな、あれ。ちぇ、マジでやっていいっすか。回ると思うんだよなマジこの回転の速さマジで揃いて、それはさすがに。お兄ちゃん、お兄ちゃんでかさ、今日はなんか元気な子が多いですね。クラロは盛り上がってます。さあ、いいね。レイジもあの削りとしてぼちぼち優勝なんで、クエイクッドレイジの最後の削りがいかちいわ。おお、いかっちいな、これも。血工場いきなり来る。これマジアチャで射抜いてくるとかあるんだね。道を蓋して。あれ、これちょっと下手か。さあ、まあ、エレキ工場と言ったらね、もう。お、惜しい。言うな。さあ。ヤナアメ珍しいね。まあ、ペッカ工場のヤナアメはあるか。人技か、ゴースト。まあまあ、ミニペが強いっすよね、本当に。さあ、また来た。対空枠なんだろうな。さあ、まあこれは適当に蓋してあげて、ここでホグいけたら熱いな。あ、めっちゃいい。その、え、今のザップはさ、打たれなかったら僕のカウンターだったんで、ワンザップで世界変わりますね。まあでも、ここにコスト咲いたら俺は行きたくなる。いや、でもエリキ強えな。ヤナアメペッカ工場っすね。環境すげえ変わんな、本当に。こんな今までじゃありえなかったっすか。スヤペッカ来る。あ、これは美味しいっすね。タワーも巻き込めて、一回やってみていいですか、どんなもんか。まあ、ヤナアメがちょっと、さあ一発は入る。これ守れるかな怪しい。矢がある。
うわー、危ねえ。なんもなかった。さあ、危なすぎる。さあ、まあ一瞬ね、陸なんか足んなくなったらホグで対応。さあ、ロックスターはトルネ 100% マンじゃなかったっけ？前なんか違ったっけ？まあ、待ってくる感じ、マジ角トルネっす。はい、まあトルネバルーンをよく使ってたけど、今はなんだろうね、フェニックス、トルネコレとか、こういうのもチンパンでいいっす。あー、エレージャーいいっすね。トルネ族です。はい、まあここを来られたらアーチャーと、まあ、ミニペ回してっすかね。エレージャーいいっすね。まあトルネですよね。さあ、ミニペ強い。キング起動あんま簡単にされるの嫌なんでね。いや、やりにやりにくいんじゃない。いや、めっちゃいいキングするやん。いや、でかい。え、あー、マジそういう感じ。だるいね。ミラーか。さあ、まあ、まあ結構いいコースを使ってくれたな。エレジャイミラー、いや久しぶりに出会いましたね。まあでもミニペ強いかな。負けんのかなこれ。なんかミニペッカで何とでもなりそう。あとクエイクで一生削ります。はい、まあ、ホグも出せそうだったら出しますけど、まあ、ホグにトリネ使わすとアーチャーが生きるみたいな。これでまあ逆サイエレジャイがしたい。なんで消えたん？今ので溶けるもんなら。えぐ？マジバケモン好きだろ。ミニペサしたい。走れ。うっ、にゃー、やばすぎ。今のいかつすぎ。君はこっちに走ってもらって。あんま近づかないでもらって。まあ大砲があるかな。んー、いや、やばいな。今のミニペが入るのが強すぎて、なんとでもなりそう。ゴリラね。でもなんか秒で終わりそうだな。クエイク、レイジ、ウッド。はい、エレジェイミラー、まあなんか厳しそうでしたね。コストが重いのか。エレジェイはミラーがあることによってね。さあ、しばいてくー。さあ、隠し持ってるレイジがぶっ刺さるとマジで気持ちいいな。まあ、さっきみたいに初手からレイジはドヤンですね。よくないですね。はい、まあなんか相手がね、あ、絶対こいつトルネ持ってるって分かってるならまあいいと思うんですけど、まあ、そんなことまずないっすよね。相当昔に煽ってきたトルネ中とかそういうの覚えてるとさっきみたいなことはできるんですけど。さあ、まあゴブリン、あ、もうホグクエイク生き得だな。お、これもう環境のクエイクからのレイジまで見えます。え、迫撃だ。いや、でもえめっちゃあれ、ね、これ、いよいよアイスピン、アーチェン飛ぶ、もう一発惜しいね。マイティでもやだな。え、アーチャー、お前そっち行くのやばすぎ。バカバカバカ、なんでそっち行ったん。いやー、ちょっと我慢か。
まさかの迫撃か。マスケマイティディガー迫撃ディガー。いやこれ神相性か。頼む神相性だってくれ。まあこれには防衛迫撃が来る。相手のディガー拾いたいっすね。ミニペでできるだけ。あとマスケがクエイクウッドレイジで仕分けるっていうのをちょっとさっき気づいたんで、まあできそうなら狙っていきたいんだけどな。高めマスケが厄介だな。だいぶコース使うことになるよね。ミニペ殴んねえかな。さあ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 、まあ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 悪くない。ホグレージしとくだけで強そうなの。さあまあここはね一旦待って、この次だな。これこれマスケ処理ドヤンで処理していく。いやマジでマスケ処理できんのおもろいな。マジポイズ打ってくる。いやこのポイはいいっすね。全然痛い。お一発これむずいな。タイブレイク家だもん。入りそうじゃん一発。ういさあレイジーガチバケモンすぎる。でグエイクウッドレイジーをマスキに当てとくさあグエイクでマスキ処理できる。タイブレイクこれは勝ったろ。やめろ。うっうわクイックトリーちょっといいなマジ。さあマスク処理ね皆さん覚えておきましょう。ナイスー。というわけでホグレージぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。